こんにちは、美和です。ジャパンジャム2022に出演させていただきます。ジャパンジャムといえば、やっぱり夏フェスより気候が涼しくて、すごいこう気持ちいい中、いい音楽が聴けるのが、素晴らしいフェスだなって思っています。そして、去年もコロナ禍での開催でしたが、感染症対策をバッチリしているフェスだと思います。印象深いエピソードとしては、去年はとっても風が強くてマイクスタンドが飛ばされるかと思いました。私も吹っ飛びそうでした。今年の、意気込みとしては、スパークルというアルバムを5年ぶりにオリジナルアルバムとしてリリースしたので、アルバムの新曲たちも披露したいと思っています。頑張ります。